はい、えー。次はですね、えー、今度は素材の 3D 空間で素材のまあ効率的な配置方法と、まあ、その演出と,と説明したいと思います、えー。まずですね、こっちの方で 3D 空間上でですね、ホワイト平面。まず地面を作ります。はい、えー。こんな感じで地面がありました。そしてですね、次なんですけども、えー、各素材、えー。今回何作るかというとですね、こういったブライダルのムービーが1、2、3、 C5 個とあります。で、このムービーを、まあ、ちょっとかっこよく配置しようかなということで、えー、実際に配置していくんですけども、例えばですね、えー、こういったムービーが配置しているときにどういうふうに配置すると、えー、まあ、まとまってきれいにできるかっていうのがあります、えー。もちろんですね、こういった座標を見てやるのが一番簡単でいいんですけども、はい、ここですね。えー、この他にですね、ちょっとした、まあ、コツとしてはですね、シェイプレイヤーを引いちゃうんですね。えー、今もうすでに床に引いてあるんですが、 このシェイプレイヤーを引いて、その上にですね、なぞっていただくという方法もあります。はい、こんな形でですね。はい、5つ。はい。そうするとですね、このシェイプレイヤーのちょうど、まあ、頂点。え、こういったものがですね、ちょうど、まあ、目標というかですね、目安となりますので、結構ですね、こういったシェイプレイヤー使ってみると便利かもしれません。で、シェイプレイヤーの方はもう必要ないので、見えなく非表示にしちゃいます。そしてカメラを今度は配置です。 今回どこにカメラを置いたのかというと、ここですね。はい、ちょうど正面に置いています。ちょうどこちらの方カメラビューとなっているんですが、どうなっているかというとですね、はい、このような形で回っているわけです。なんかこうメリーゴーランドみたいな演出なんですけども、はい。で、どうやって回しているかというとですね、一個一個これをですね、キーフレームでって回すのが大変という場合は、はい、ここにある塗るオブジェクトっていうのを使います。塗るオブジェクトを、はい、 中央に置いて、このヌルを回転させるような設定にします。トランスフォームから Y 軸回転ですね。回転しています。で、このヌルに対して、はい、こちらのブライダル1234ってあると思うんですけども、ここに親子レイヤーあって、ヌルを親として回転を参照しますよというような、そういった設定を各加えてあげると、全くヌルと同じように、このブライダルのムービーの5つあるやつ、ムービーですね。これも回転し始めます。 ここのま、ですね、リンク付けっていうのを、まあ、やることによってですね、結構こう、スムーズにですね、全体のグループとして回転させたり移動させたりすることができます。まあ、今もうヌルにリンク貼られてますので、例えばヌルレイヤーが移動すると、これも移動しますし、全体に移動することも可能です。もちろんですね、回転も Y 軸以外にも、こんなような回転もできますし、X の回転も可能です。はい。 ま、スケールなんかも大きくすることができますね。こんなこともできます。そして、えー、このカメラに対して最後演出を引くんですけども、えー、例えば、えー、さっきやった照明ですね、ライトの方、ちょっと色々と置いてみたいと思います。はい、まずはここで、はい、アンビエントですね。これはもうお決まりで、最初にアンビエントで、まあ、軽く薄暗く照らしてあげた、下明かりを作ってあげましょうということです。そして、今度は、スポットライト。はい、これですね、ちょっとどこにあるかというとですね、ちょうどこっちの方から、まあ、遠くで照らしているようなライトです。 そして次がですね、ライト。これがポイントなんですけども、はい。このような形で、ポイント光を真ん中に置きます。これ、ポイント光を真ん中に置かれると、他の5つのムービーで遮られていますので、光が真ん中から漏れるような、そういった効果というのを付け加えることができます。はい。これ見ていきたいとわかるんですが、ちょうどムービーのところには光が反射しちゃってますね。空いた隙間から光が出ているような形になります。 そうすると、はい、結果的にどうなるかというとですね、ここのカメラ部分で、はい、このような形で、まあ、メリーゴーランドのような、そういったような効果というのをつけることができます。はい、えー、ちょっとですね、カメラの方の設定見ていきたいんですけども、今、社会深度がですね、ちょうどこちらの 後ろの奥の方にピントが合ってると思います。さあ、こちら側に合わすのどうすればいいかというと、カメラクリックしていただいて、はい、ここのですね、フォーカス距離というのをいじります。まず、ズームの固定を外してしまって、はい、ここのフォーカス距離だけを、よし、手前に持ってきます。よいしょ。結構、あ、全然ずれちゃいましたね。どこにあるんだ。よいしょ。はい、ここにありましたね。ちょうど、えー、トップビューで見ていただくと、この部分、 ここにフォーカスが合っているような形なので、もうちょっと手前に引きましょうか。はい。これでちょうど手前の人にムービーが、焦点が合いました。ちょっと見てみましょう。はい。こんな感じですね。また戻す場合ですね。えー、どっちにしようかなーっった場合、戻す場合はもう一回カメラをダブルクリックしていただいて、このフォーカス距離を今度は奥の方ですね。奥の方に設定してあげると、 今度はこちらの方ですね、奥の方にピントが合うような形になります。